おはようございます。テクニカルな視聴者の森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。よろしくお願いします。今日は5月の12日の木曜日です。お題はこちら。 重要イベント CPI 通貨でも年初来安値更新ということで話をさせてください。昨日 CPI が発表になりましたね。そろそろ反発してほしいな、なんていうふうに思う人が多かったと思うんですが、残念ながら株はさらに安値を更新してしまった何が起きたのかっていうところで一緒に確認をしていきたいと思います。最後、冷やしの1も均衡表と RSI 使って、ちょっとある変化が起こりましたので一緒に確認していただければと思います。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのチャート分析必ず毎朝7時目標で更新をしていきます。皆さんと一緒に毎日株をついて考えていくチャンネル では早速日本株の終値から確認していきましょう高安まちまちですね日経平均はプラス0.18%マザーズもプラス0.95%まずは続伸となっております一方トピックスがマイナスの0.6%ということでトピックスの下げが目立っておりますというのはおそらくですがトヨタの決算後の急落が要因しているのかなというふうに思います コロナの新規感染者数確認しておきましょうおとと4万2000人に対しまして昨日が4万5900人ということで徐々にやっぱゴールデンウィークを超えた影響というのが出てきているのかなという印象を受けておりますアメリカ見ていきましょう3指数揃って下落ですニューヨークダウが1.01%ナスタック3.18%急落ですね S&P が1.64%の下落ということになっておりますニューヨークダウのヒートマップ見ていただくとエネルギー公共事業等は上がっておりますが特にひどいのが情報技術とかねそういったところが下がっておりますナスタック ヒートマップはかなり真っ赤っかに近いかなとでアップル5%とかね nvidia 5%とかかなりきついですよね これらを踏まえた為替コミュニティですが日経先物が363円2万6000円を割り込むという予想になっております為替ドレも130円の05銭といった感じです原油が上昇して105ドル台ということです APIX32 長期金利は下がってます2.925ということになってますねで暗号資産がかなり下がってますので暗号資産市場はかなり厳しくなってきたなというふうに思いますちょっと気になるニュースもありますので暗号資産関連の方はぜひぜひ調べてみていただければと思います では見ていきましょう。注目の経済指標 CPI 発表で年初来安値更新何が起きたということですけども、まずは今朝の日経新聞読んでおきましょう。連日で年初来安値を更新してますよということですね。CPI が市場予想を上回り、FRB の金融引き締めを警戒した売りに押されたということでございます。CPI の発表ですけどもこちら。上がですね、よく注目される CPI 全体の指数ですね。予想が8.1%に対して8.3%前年同月比で伸びたということですから、これはですね、ちょっとまずいなと。 いう感じです。ただし、えー、前月が8.5%に対して8.3%ですから、ちょっとね、伸び率は鈍化してるっていうのはよくわかるかと思いますし、前月、前月比だけで見ると1.2%から0.3%ですから、やっぱり伸び率は鈍化してるんですよね。一方で、えー、こちら、壊し数ですね。住宅エネルギーを除いた壊し数なんですけども、6%予想に対して6.2%、これも予想をまず超えましたねっていうところですね。ただ、あとは前月比でちょっとだけ気になったんですが、えー、前回が0.3%に対して、えー、今回0.6%ですから、前回この壊指数 がねだいぶ落ち着いたよねということでインフレ系ね少しだけ和らいだような印象を受けたんですけども今回コア指数はこの前月比だけで見ると伸びてしまっている市場予想も超えてしまっているってところがまあ、伸び率加速と見ることもできるのかななんていう風に感じましたはいで実際にですねこの発表が起こったのは21時半ですねでそれの株価推移を見てみるとこれニューヨークダウンの先物 CFD ですけどもガクッと下がっていることがわかるかと思いますただ市場がオープンしたところがこの濃いところで結構ね上昇した局面 面もあったし、ナスダックに関しましても前日比でプラスに行く局面もあったんですね。ただ結果としては引けにかけてはぐーっと下がって年初来安値を更新しているということになってます。まあ、その一つの要因としましてはエネルギー価格の推移なんかも影響してるかなと思います。21時半この赤線のところ、まあ、CPI 発表でぐっと一回下がったんですけども、その後また高値を更新しエネルギー価格が上昇。エネルギー分野ね先ほどまあセクター的には上がっている。えー、こちらのダウの中でもシェブロンとかも上がっている。まあこれで。 一部の業種は買われたことによって、えー、相対的にナスタックよりもニューヨークダウンが底堅いし、プラスの局面なんかもあったし、おしめ買いも入っていたということだと思います。えー、こうやって金利見ていきたいと思うんですけども、これ10年金利ですね。CPI が発表になったらが恒例。ここからぐっと上がったんですよね。で、ね、金利が上昇することによってナスタック下落圧力がかかるんですが、まあ、この辺一時的でもうすぐにね、えー、ニューヨーク市場のオープンとともにこう金利低下が落ち着いてきたんですね。落ち着いてきたので、ニューヨークダウナスタック、これナスダックですかね。えー 金利がが低下しした時にがぐっと戻していると。戻てるこの辺で前日比プラスになってるんですが、問題はここから先ですね。これ下に相関係数出してますけども、今までは金利が上昇することによって、ナスダックに下落圧力がかかるということだったんですが、この後ね、この青い線が金利なんですけども、金利は低下してるんですよね。でも同じようにナスダックも低下してるんですね。 金利低下と株価下落が一緒に起こっているので相関係数がプラスに触れているっていうことになっています。まあこれ非常にまずいですよね。金利が下がってるにもかかわらず株が下がる。金利が下がるっていうのはある意味で景気交代を警戒するような動きだし、まあ景気交代が警戒されるからこそ株価も下がっている。これはまあ一番まずいパターン。スタグフレーションが警戒されているような、まあそんな動きに見えるのかなというふうに思っております。えー、こちら長期金利の冷やしチャートになってます。昨日の陰線、ね、マイナス2.24%まあ金利が下がってるわけですから、金利はかなり 落ち着いてきてきるんですよ、ね、でも、ナスダック安、ネ、ね、年初来安値が止まらないっていうのはね、まあ、本当にちょっと今の怖い部分を指しているのかななんていうふうに思っております。そして、そのナスダックですけども、 高値から見て、これ月足チャート、かなり長いチャートを出しています。月足チャート高値、前昨年の11月の高値から見ても、も30%以上の下落に昨日でなってしまったんですね。で、かつ、月足という非常に長いチャートにおける、えー、一目均衡表の基準線を割れてきている。これもね、非常に重要なサインだと思います。 なので、まあ、それだけ今、かなり重症なんだと。で、まだそこ、ちのサイン出てませんから、どこまで下がるかちょっとわからないですし、過去のショック安で見たら50、50%とか70%とか下がってる例もありますので、ここはね、注意をまだ高めていただければなと思います。えー、こうやって月足の50割、RSI50 割ですね、これもなかなか見られるサインではないんですね。近年で見れば、コロナショック、あとはビッグスショック、 その時には RSI50 付近で止まっているんですけども明らかに50割れてますよね。現状水準が42.38ですからまだ下がる可能性は高い。じゃあさらに過去を遡ってリーマンショックの時はどうだったんだ ?IT バブル崩壊の時はどうだったんだっていうふうに見るとリーマンショックは月足チャートでの RSI14 ヶ月のもので見てもですね、30を割れてる。まあこういうところまで行くかもしれない。で逆に言えばこの30割れまで来るんであればそんなに悲観されると。でそんな悲観された 状態かからのの30超えっていうのはね相当なまあ安心できるるとも言えるかも言しれません、まあ、そういうのは水準として一つ覚えておいてもいいのかなと思いますが、今現状言えることは、まだまだ仮定の段階であり、そこが確認できるサインもなく、そして RSI50 割れていて、もう本当に悪いサインしか見当たらないということですね。そこだけ注意をして見ていただければなと思います。ということで、2の動画のまとめです。CPI 通過しても株価は年初来安値を更新しました。CPI は予想を上振れこれ 消費者物価指数ですよね。だからインフレ懸念が増してしまった。そして引き締め懸念が強まってしまったということになります。で、一時株価が上昇する場面もあって、押し目買いとか、あとエネルギー価格上昇によって、エネルギー業種、業態によっては買いが入ったりもしましたが、ただ長期金利は時間とともに低下する。が、 え、定義、金利低下と株価下落が共に起こるということが、まあ、景気交代懸念を呼んでるんだろうな、これは危険だよな、なんていうふうに感じました。で、非常に長いチャート、ナスタックの月足チャートにおける一目均衡表では、基準線、すっごくこれ大事な線なんですよ。これを割れているっていうこととか、あとは RSI を50を割れているっていうところからですね、これもショック安級であり、え、ショック安級、もう本当にコロナショックやビックスショックは、 声、もしかしたらリーマンショックとか、そういうレベルまで行くかもしれないっていうような、まあそういう価格水準までは来てるというところをぜひご認識いただければと思います。 では、今後の売買戦略、冷やしの一問均衡表プラス RSI を使いまして、テクニカル分析を行っていきましょう。まずですね、日経先物見ておきたいと思うんですけども、25,905円ということですね。その上で日経平均株価を見ていきたいんですが、前日の安値、ここですね、25,773円という値がありますので、ここを割ってしまうとですね、えー、さらに安値をこう、ぐーぐー,ーと探っていく可能性はあるかなと思います。今日は2万6000を割るかっていうところからスタートしますので、そこをまず注目をしていただければなと思います。その他はもう全て弱いというふうにしか言えませんので、 に触れる可トピックスに関しましても、昨日のトヨタの急落もありますしね、でトヨタは200日移動平均線で止まっていたんですが、今日もし下落で始まるんであれば200日移動平均線を割って始まる、えそれがまあ今後抵抗になってしまう可能性もあり、トピックスには非常に下落圧力が強くなってしまうということですね。でそれ以外に雲とか基準線とか転換線とか RSI とかすべてを見ても、ですねポジティブな要因は何もないので、あまり上昇を期待するという相場にはなりにくいかなと思っています。えマザーズですね。マザーズはですね、2日連続陽 をつけましてここですよねポポンポンととちょっと上昇期待が持てる RSI もちょっと上向きになってきているので上昇期待は持てますが果たしてこういう動きの中でどういう反応をするのか決算を超えて赤抜けてこうグーッとく抜けて、えー、グーッと赤 <laughs> 抜けるってですね、えー、こう上がっていく可能性もあるかなというふうには思いますがあまりちょっとポジティブには考えづらいただ5月13日決算ピーク後に雲のねじれもありますのでこの辺でどう動くのかはぜひ引き続きご注目くださいニューヨークダウンに関しましてははい下落が続いてますね RSI もまだ売られすぎというわけではあり ありサンドピー500もそうですね、まだ売られすぎというところまで来てませんが、まあ、ほぼ売られすぎと同じ水準まで来ているということです。ナスタックに関しましても、ギリギリ30を超えていない、30を割り込んでいないという感じですかね、30.77、もうほぼほぼ売られすぎ水準なんですが、ラッセルだけは明らかに30を割り込んでいる、28.19、ここまで来たかというところになっております。r s え3 0割というのは、売られすぎであり、売られすぎだとさらに暴落が起こる可能性が今、高いという状況になっています。でえー、ここのから判定の兆しが見 入れるのは30を割って売られすぎ水準からもう一度30を超えた売られすぎ水準から売れすぎじゃない水準に戻ってきたところがもしかしたら反発が期待できる最初のサインになりますのでそこだけぜひ押さえといていただければというふうに思いますはいでは今日の動画のまとめです日本株マチマチトヨタ決算後急落トピックスのね下落の要因になったのかなというふうに見ておりますで米株急落年初来安ね更新しているということですで非常に重要イベントと言われていた CPI これを通過すればね少しは上がるんじゃないか反発の期待も持たれていましたが残念 ながら株価は上がらず安値を更新してしまったということになっております。で CPI 物価ですから予想を上振れること自体がインフレと景気後退懸念を呼んでいるということでございます。まあ、その証拠として金利が低下しても株価が下落しているということですよね。そしてナスダックが高値から30%超下落しているというのはですね、まあ一つの節目を超えてしまったなっていう印象を受けております。え月足 RSI50 割というのが過去のビックスショックコロナショックをもう超えて下がっているということになりますので、もしかしたらリーマンショックとかそれぐらいのレベルまで行く可能性はゼロだよ。 はないというととううころを押さえておきましょう日経平均株価、直近安値を維持できるか、2万5777円ぐらい、えー、合ってるか,な,な,んかそんな、それぐらいの水準でしたよね。であとは RSI、SI、がラッセルで30割が起こったということです、30割は非常に弱いというサインであり、売られすぎではありますけども、買いのサインではないので、そこだけ注目をしてくださいということでございました。 では今日もお知らせを入れさせてください。1日5分の分析から月13万円を稼ぐエクセル株投資、非常に売り行き好調でございます。増殺かかるかな頑張っております。で、もしよろしければ、書店購入キャンペーン、本屋さんで買った方はですね、書店購入キャンペーンというのを行ってますので、一度こちらの方をぜひチェックしていただければと思います。あとはつい先日、投資家バーでイベントを行った、この音声配信、ライブ配信を行ったんですけども、このアーカイブの配信をですね、ごめんなさい。今日、木曜日ですね。火曜日ではなく木曜日なんですけども、え今日の木曜日、 に、えー、19時からですねボイシーの方で配信をしたいと思ってますのでもしよろしければ聞いてみてください、えー、こちらこんな感じのね、をしてすごく楽しかったですぜひぜひ聞いてみていただければと思いますよろしくお願いしますでは今日はこんな感じで終わっていきましょう今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンまた明日以降もね、えー、このような形で分析続けていきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら。